無限大芸人ポカさあ、ということでダンビラムーチョのお二人と、はい、金星のお二人、ありがとうございます。そしてタクさん、何でしょう、タクさんが参加して、はい、5人で、無限大の、まあ、このね、うん、この間撮りました、はい、バレンタインフォト、はい、ね、こう、例えばね、はい、これね、大人気の、あ、大人気、あ、かわいいな、相変わらず試食食べすぎかわいい、かわいい、めっちゃ漏れてるこのカードを使いまして、1人5枚ずつ配っていきます。はい、で、それ手札でございます。はい、ね、で、手札で配られたカードで役を作ってください。はい、で、5枚中ちょっとこれとこれ変えたいなって言ったら、手札の中からチェンジするカードを選んでください。はい、で、最大全部フルチェンジでも OK。 でも、チェンジは1回、はい、で、かける金額はチップね、これありますね、チップ、はい、これまあ公式のチップなんですけども、あ、え、こんなんなんだ今、これこれでやった絶対ピーレットよ、今ピーレットそれは別に、はい、で、5ゲーム終了した後に、はい、一番持ち手の多い人が勝ちでございます。はい、ね、だからもう最後は負けてる人はオールインとか、はいはい、こうしていくしかございません。はいはいはい、で、こう、黄緑のブロックが5000点、はい、で、これなんか大きさがバラバラなんですけど、これがもう5000点です。はい、皆さん2個ありますね。はい、はい、で、青が1000点、これね、だいたい色が、はい、ね、500点、はいはい、ピンクが100点となってます。はい、持ち点が16500円です。そうですね、16500円持ってると、はい。で、やっていきます。はい、で、役の発表なんですけども、はい、例えば、これね、今、騎士と、ね、ザジーと、はい、みたいな、例えばこれ、コント師っていう扱いするとするよ、例えば。はい、そしたら、これ、全員コント師ですとかはダメです。はいはいはい。それが多いんで、できちゃうんで。面白くないじゃん、そんなの、そもそも。そう。はいはい、そ、 そんなことやるわけない。そうですよ、はい。で、この2人だったら、その、昔、首の骨折った。ザジーは、そうですよ。ザジーは、だいぶ騎士さんに持ってかれてるけど。ザジーが折ってたとしたら、昔、首の骨折ったワンペア、ツーペアですって。そう、ワンペアね。ワンペア。みたいな感じで皆さんで考えてください。ありがとうございます。で、役の強さは僕の独断と偏見で、あ、はい、トントンの場合は腕相撲。力だ。結局男は力。はい。じゃあいきますよ。はい。はい、はい、うわー。で、変えたい人は言ってくださいね。まあ、いろいろありますよね、難しいですよね、やっぱりね、ウルトラブギーツさん来たらきついんですよね、やっぱりどうしてもあ、どうしよう、難しいな、これ意外にやべえ、はいはいはい、はい、全く思いつかねえ、全くじゃあ、でも変えたいとは言ってください。何を変えたらいいのか、原田さんから、はい、1枚変えます。1枚変える、はい、では、はい、はい、うわ、ちょっと、うわー、これ悩むな。4枚変えます。うわ、4枚ちょっと軸を決めて、そこからちょっと考える、はい、決まんなかったじゃあ僕3枚って何枚、やべえ、はい、はい、すみません、1枚、1枚変えます。うわー、ちょっと待って、僕は2枚変えます。はい、うわー、さあ、原田さん、自分の役が強ければ、はい、ドカンと、一発目で行ってもらっても結構でございますし、ちょっと様子見たいなと、まあ、ただね、これ、あの、ポーカーゲームなので、掛け金をレイズ、ね、レイズっていうのは、上乗せです、チップを上乗せしていけると、例えば原田さんがピンクを出して、はい、タクがレイズと言って、タクがピンクと緑を出したとする。そしたら緑が基準になりますんで、はい、はい、なるほど、はい、で、これを出してタクがそのまま俺も同じ金額って言った時はコールと言ってください、はい、そしたら同じ金額になります、はい、で、ホールド、ゲームを降りることもできます、はい、本来のポーカーだったら場代が必ず発生するんです、はいはいはい、これが僕のギャラになります。えぇ、ー、え、まあ、ディーラーだもん、ディーラーだもん、ディーラーだもん、これはじゃあもう動かないんだ、これは話題なんで、だからこれを持ってないとゲームに参加できないんで、これを死守してください。はいはい、はい、一回出してみたいな、どんなもんか、確かに、じゃあ僕から、はい、
さあ、掛け金が重要でございます、最初のね。オレンジが500点です、はい、大体ね。はい、じゃあ、1500、はい、いいんじゃないですか、最初。ちょっと様子見で、はいはい、1500。自分の前でいいですよ、はい、分かり、ね、分かる。これでもう降りれるの？これ降りれます。でもそういうこと言わない方がいいですよ。自分の手が強いって言って、みんな俺の手が強いから。そう言っときながら。ああ、逆にね。やってんだ。うん、で、いやでも今の完全にミスです。コール。コール。はい、僕もコール。コール。僕もコールで。コール。私もコールで。コール。さあ、手役の披露となりますね。ちょっとそこを開けてもらっていいですか、ごめんなさい。ここにね、あるんですよ、バミリが。そこに5枚並べて役を言ってください。さあ、それでは原田さんお願いします、はい。僕の役はこちらです。このキョン、はい、キョン、ヤギさん、刺身で、この4カードなんですけど、うん、無限大の奥の楽屋にいつもいる4人。ほう、なるほど、なるほど、はい、確かに、はい、手前の楽屋ではなくて奥の楽屋にいる、いつもそこに行く4人でございます。なるほど、はい、さあどうでしょうか。いいでしょう、はい、はい、ではたくさん、はい、このカー This is パン2人、浦井、ナポニー、そして誰、これ一応全部見せなきゃいけないんでしょ、どんな手でも。そりゃそうだよ、うん。ナポリとモグラの、芸名変な3文字ワンペアで。なるほど。あのワンペアか。のワンペア。うまいね。そういうパターンもあるんですね。さあ、それでは有吉先生。これ、フォーカードじゃないから負けとかないよ。それは僕が役の強さ決めるでしょ。さあ、これ誰だ、佐伯、脇田さん、大原、名人、たくさんで。僕はこのちっちゃ3カード。ちっちゃ3カード。背低、背低じゃない、背低引く喧嘩弱3カードで、はい、喧嘩弱3カード、喧嘩弱3カード。なるほど、わかりました。脇田さん強いだろ、脇田さん強いだろ、喧嘩弱3か。はい、じゃあ大原。僕はこれですね。あれ、あ、いい、はい、おー、これまず白井、藤本さん、小川ちゃん、池田、池田、野沢、白井、はい、しんちゃん。まず、女の子のワンペア、女芸人ワンペアまず、はい、やめようって言ったら、うん、そう、女顔のスリーカードね。女の子とも取れる3人。あ、なるほど、ほぼ女フルハウス、ほぼ女フルハウス。なるほど、なるほど、はい、了解しました。はい、いきます。信清、ジャンボ、お、高さん、佐々木さん、小沢ですね。あ、畑中、伊藤、はい。この4枚で、うん、彼女のお母さんに愛されるワンペア。あー、なるほどね。はい、いや、ワンペア、フォーカーです。フォーカーです。いや、でも佐々木さんだな。いや、結構きついよ、畑中とか来たら。いや、畑中もマジかよ、ジャンボも、いや、その人柄はいいけど、はい、寿命とか大丈夫か。彼女のちゃんとそこまで考えるか、娘を残してしまう。そうそうそう、ドブキュなんて本当によく見たら信じられないぐらいブツブツあるし、アイキューはね、アイキューいいですから、赤いブツブツ。さあ、それでは誰が勝ったのか、はい、じゃ一応皆さん、なんか僕にパッと、はい、これですね、はい、はい、僕のダックや、はい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 、はい、OK です、わかりました、はい。さあ、今回の第一ゲーム、勝者は原田。よっしゃー、原田はこれを嬉しい、これでかいな、所詮。いや、原田が一番強かったです、明らかに。原田なんだっけ、奥の楽屋、おかしいわ、これ奥の楽屋、これなんかむずいな、めっちゃむずい。さあ、次はタクさんからいきます。はい、話題、話題ね、はい、話題を伺ってください。たくさん、どうします？カード見る前に掛け金とか決めちゃいます？うわぁ、え、いいの？ダメです。あ、決めない方がいいですよ。さあ、
急ぎましょう。うわー、はい、うわー、1枚チェンジ。おー、1枚チェンジ、早いですね。うわー、やべ。うわー、じゃあ僕、2枚チェンジ。2枚チェンジ、そこ2枚チェンジで。2枚チェンジ、私も2枚チェンジお願いします。うわー、はい、僕も、2枚チェンジで。2枚チェンジ、はい、うわー、さあ、皆さん難しい役を作っていただきます。さあ、たくさんから。やべえ、難しい。おー、5千点出ました、ここが勝負と見たか。吉本拓、熊本県出身。うわ、山田小学校、西川中学校を経て熊本商業高校に住み、そして株式会社泉で山口の夢タウンで4年働いて大の、おい、お前は芸人だったら絶対に成功する、その一言で重い腰を上げ恥ずかしくないか、一緒に熊本から東京をやってきた、恥ずかしいな、吉本拓だ、これが吉本拓だ。うわ、ここまで言われるんだ。さあ、有宗先生、僕もすみません、5000円、ゴールゴールで、レイズで上乗せすることもできますよ。いやー、ここ一回ちょっと5000円でかいんでゴールですね。一回見ます。さあ、降りてもいいですよ。しかし、このあの、皆さん掛け金が手札が弱いから降りるっていうのもあると思いますけど、この金額がかかってる時って勝てばチャンスですから、はい、ああ、はい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 、あとはだって固くいけば、はい、っていうことですから。あ、じゃあ、はい、ゴールゴール、レイズしない誰も、私レイズいたします。うわー、8000点、8000が最低になりますんで、コールと言ったら8000点になりますよ、ここが。いっぱいあるからな。確かに降りてもいいですよ、うん、また降りましょうか。うわー、くわー、降ります。はい、降りた、降りた、はい、降りた、100点で降りました。はいはいはい、あ、じゃあコールどうだ。さあ、どうします。いきますね。上げんの、またあ、またレイズするってこと。で、あ、レイズいきます。またあげんの、またいきますよ。ここでチェックって言えばいいのか。したら、もう場が終わるので、チェックでいいじゃん。チェックでいいんじゃない、はい、チェックでいいんじゃない、別にいいよ、自信あるんだったら。すごい、いきなり9000点。マジ持ち点半分以上。いや、でももう行くしかねえよ。こんな出して降りれるわけねえだろ、これ降りた場合は、これはもう全部こっちだよね。そういうことでいい、ゴールいいよね。チェック、さあ、チェックありました。さあ、なんと9000ベットしております。やばいって。さあ、それではタクさん、これタクの役がだいぶ重要になってきますよ。はい、浜中、大原、佐伯、中野、そして誰だ、西村。さあ、これはなんだ、イカゲームみたいなのがあったときに、すぐに死ぬ3人と生き残る2人のフルハウス。うわー、確かに、確かに、すぐに死にそうだ。すぐに死にそう。すぐに死ぬスニーカーと、後半まで生き残るペアのフルハウス。こいつは賢くて生き残る、こいつはなんか裏を知ってんだよ。そう、実は。で、大原は、なんかうるさいやつ。ウィンク出してすぐ死ぬやつ。うるさいやつ。これって交渉口じゃないですかって言って死んでいくやつ。はい、このフルハウスで。フルハウスか。じゃあ次僕ですね。ロイヤルストレートフラッシュでもいいんですよ。うわさあ、岡部、松浦、刺身、辻、松本、竹馬と。さあ、これなんだ。うわー、僕は、まず、詐欺やってそう、スリーカード。詐欺ことは、はい、コンフィデンシャル、詐欺やってそうなスリーカードと、彼女を可愛い2ワンペア。ワンペアで。かわいいっぽい。はい、ありがとうございます。9000円がドブーム。もう、難しい、これ。さあ、小原さん、お願いします。こうで、こうですね。で、こうですね。和田対畑中、野沢、青山。うん、はい。この2人で、まず坊主のワンペア、うん、やった、見た。で、ここが、なんかあの髪の毛が濡れてそうな濡れてそうなワンペア、うん、はい、2ペア、2ペアです。はい、絶対勝ってる、絶対勝ってる。スパイドルできなかったこれ、反省会していけないぐらいの感じになってる。平井、大、伊藤、
池田小野さんですね。小野僕この4枚、うん、この4枚であの後輩に絶対悪口言われてる小野さんです、ね、後輩に平井入れないの？平井は多分言われてないですよ。もう、うん、伊藤も意外と言われてないと思うけど、うん、伊藤この池田と大と小野は結構言われてると思うけどそれにカードだったか、うん、伊藤は言われてるイメージないと思う、うん、さあ、はい、欲張ったな、欲張った欲張ったな、金額上げたからね、欲張ったな、これは。はい、原田さん、折りか、さあ、うわ、第2ゲーム終了いたしました。第2ゲーム勝った気でいいよ、勝った気でいいよ、勝ったのは大鉄タンク。そりゃそうだ、やっば、うわ、これでかいな、やべ、むずい、これかなりきついですよ、皆さん。よし、あと全部降りて勝とう。強かったな、むずすぎる。絶対これなんか見てる人をそのこうなんか期待値からどんどん下がっていってきっとすごい面白くしてくれるんだなってなんとなくそう、ここから、ここから、ここから頼むよ、はい、ちょっと2人意外と弱い、意外とやばいっすわ。そのあ、まあ、まず坊主とかそれ見た目やめようか、そのガバを切り替え、坊主はいいでしょ、ダッシュって言われて、坊主が4人とかだったらいいよ、はい、とか、あの、例えば3人がめっちゃいい大喜利できて、はい、残り坊主ですとかってなんか加点的なことで、さあ、有村先生からですね、はい、はい、さあ、有村先生、チェンジする枚数を、はい、うわ、じゃあ2枚、2枚です、あ、馬台払ってない、はい、僕も2枚で、2枚、僕は1枚で、1枚、2枚お願いします、2枚、うわうわ、はい、話題変える、いや別に大丈夫です、話題払いました、皆さん払いました、払いました、さあでは行きましょう、先生掛け金お願いします、で5000円、わお、行きますね、5000円別さん、ちょっとすいません、あ、降ります、降り降りやがった、すいません、僕も降ります、うわ、マジチャンス、コール、コール、俺、コール、もちろん、さあ、先生レイズしますか、いや、このままでチェックで、はい、さあ、それでは先生から役をお願いいたします、はい、平井岡部さん、青山さん、ウルブギさん、おお、はい、さあ、これはこっちの4カードで、おお、はい、大事な時滑り勝ち、フォーカード強いな、強いです、大事な時で滑り勝ち、フォーカード、そうだね、さあ、これはかなり強いです、よっしゃ、大事な時滑り勝ち、さあ、原田さん、はい、僕はナポリさん、池田、佐伯、藤本さん、伊藤で、うわー、藤本さん入れよう、このフォーカード、おプライベートが全く見えないフォーカード、ほうほうほう、いいでしょう、いいでしょう、なかなかいいでしょう、はい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 、はい、お願いします、なるほどな、私はサッカー、松浦、岩倉、小川ちゃん、畑中、おお、なんかいけそうだぞ、韓国ドラマ恋する無限大のキャスト、はい、わー、なるほどな、バランスいいな、実はこう可愛いでなんかブサイク系なんだけど、実はここがくっついて、はい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 、ここの2人で取り合った挙句岩倉だけ漏れるって気がする、主人公岩倉ね、いや、タクが韓国ドラマで攻めてきてる、これ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 だよ、松田さんがすごいヒットしてる、さあ、それでは発表いたします、ナポリさんゲーム、勝者は大逆タク、もう圧勝です、破産する、ちょっと掴んできてる、これ降りてよかったの、俺マジ降りてよかった、強すぎて、うまっ、たくさん全部つか、うわ、うまっ、これよかったっすね、側作った方がいい、側、さあ、
確かに。なるほど。金星有部先生。はい。あ、僕先。これの金額はいくらですか。僕が700点。700点。でこれも話題の次出してる。マジ。そうね。一応はその、はい、そのもうブロックもないし、はい、なんか一応1000円置いといてよ。そのブロックないからね、ブロックカバーにて、はいはい、一応ね、あるいません。いや、今ちょっと財布持ってないんで。あ、じゃあ貸すわ。一応1000円置いてよ。はい、うん、一応ね、はい、そのブロックカバーにだから。さあ、大原先生。はい。まずはどうしましょう。はい、5枚買います。1枚買います。買えないです。おお、マジ。俺も買えません。それ僕1枚。やべ、危ない。さっきのドラマのやつパクリしちゃう。分かる分かる分かるよ、もうやばい、その思考捨てねえ。ダメだよ、やばい、あれやべえ、パクリそう、あれ良すぎる。さあどうしますか。6000。おい、あ、これ払った。ハンカチ払いました。私も6000。はい、6000。いや、もちろんコールコールコール。はいはい、僕も6000。チェック。さあチェックということでここで勝負になります。さあ、はい、大原さんから手札を。やべえ。はい、まず、こうですね。逆だね。こうです。はいはい、はい、自分のことを一番おもろいと思ってる3人、うん、と、頬骨系の2人ですね。頬骨系の、頬骨系の、どっちかというと顔でどこが一番あれな、オッケーな、頬骨の2人と自分のことで一番面白いと思ってる3人。おフルハウス。フルハウス、うん、頬骨面白いフルハウス。はい、さあ、なるほど、どうでしょう。さあ西田。はい、私この5枚ベロ見せフルハウスですね。はい、ベロ見せです。全部ベロが見えると。ベロ見え、ベロ見せフラッシュね。ベロ見せフラッシュ。モグラ、モグラ赤ベロ。本当赤不健康だ。食紅の色だよ。何度も髪切ろうとしたんだろうね。マジで。はい、僕はザジー、川瀬、佐々木さん、キョン、ジャンボで、体育の授業好きそう嫌いそうの23です。フルハウス。フルハウス、うん、はい、なるほど。はい、あ、私は、岸、刺身、一緒もいな、タイ、原田、小川ちゃん、来るか、殿下のことを。これはね、でも、いや、決めます、一発で、歌舞伎役者の息子、子孫フラッシュ。子孫、歌舞伎役者がの子供フラッシュだね。はぁ、いそうフラッシュね。いそうでしょ。いそうだよ、もうここの4人だからめちゃくちゃ。この岸さんそうっすね。原田がね、ちょっと落語家っぽい。確かにな。いや、でもいるいるいる。の落語家だと思います。落語家なんか、まあまあね、三平の匂いがするよね。伝統芸能子孫フラッシュ。ああ。僕じゃあ、吉田さん、平井、辻さん、大自然さん2人。おお、はい、めっちゃ面白い。面白い、面白い、面白い。ロジャー取り手、無限大ゴレンジャー。あー、なるほどね。レッド、ピンク、ここからイエロー、うん、ブルー、グリーン。ブルーオールじゃん。惜しいな。いや、今の惜しいよ、はい、レンジャーは。これ難しいっすね。これかなり難しい。初めてもんね、ベロ見せで全部あったとか外見だけど、はいはい、頬骨がね、頬骨じゃなかったら結構ね、この2つが頬骨じゃなければ結構いいんですけど。じゃあ東北出身とも取れる。とも取れる。とも取れる。東北出身とも取れる。
ぽいってことぽい、うん、あとね、第一戦のその佐藤が、ロジャーがオレンジャーのグリーンか、あーそこまで良かったんですよ、すごい良かったんですよ、はい、このレッド、ピンク、イエロー、ブルー、これまでめっちゃいいんですよ。ホワイトシャーク、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 危ない時助けてきてくれるホワイトシャークか、はい、え、変えてもいいんだったら、はい、え、変えてもいい、何なんですか、その、天才的、銀行強盗集団。あー、なるほど、めっちゃいい、実はね、なるほど、うわ、勝者タクということで、タクの優勝、強よ強よ、俺でいいよ、優勝、はい、強よ、ベロ見せも強かったけどな、タクは優勝でございます。いやー、やっぱりやり方を分かってる、うん、掴、うん、うん、でるな、なんかこう分けてもいいんだけど、はい、負けたら分けてなりに物語ができるような分け方をした方が、そうですね、はい、性欲弱そう、強そうみたいなのがあるとすごいいい感じだったんですけどね。そうか、うん、体育好きそう嫌いそうっていうのはちょっと、体育って人笑かすときに体育って体育って言われてもな、人笑かすときに体育って言われてもな、体育自体はイラドが違うか、本体育自体はいい。さあ、ということでシャクが勝ったということで、はい、タクさんはですね、なんとですね、はい、次回もこのゲームを、いやいや、王者、王者として本当にいいです、大丈夫です、お願いします。俺もこれ、そのベテランの作家さんと今度、ちょっとテレビの仕事がなくなってきたベテランに、これ落ち目、これ急に LINE とか送ってくる人、あれ告知してなとか言ってくる人ね。ということでございましたんで、それではまた会う日まで、どうもありがとうございました。